麻生財務大臣は6月に中国の財政相らと財務対話を開く方向で調整していることを明らかにしました。中国が提唱する AIIB アジアインフラ投資銀行についても話し合う予定です。6月だから日にちまで知りませんけど、方向で やろうとしてんじゃないの。麻生大臣は日中財務対話の中で AIIB アジアインフラ投資銀行について老経緯財政省と直接話し合う可能性があるとしています。その際にも AIIB の理事会による融資案件の個別審査や人権や環境への配慮を求めてきた日本の立場を改めて説明する考えです。